こんにちは、まさです。円建て金価格がまたまた最高値更新しました。1g9535 円です。この価格は午前9時半時点の価格ですから、今の時間13時で言うと大体9600円いってます。ドル建て金価格の上昇と円安が同時に進んでるんです。 ですから、円建て金価格がものすごく上がってるわけです。4月10日に日銀総裁が変わったんですけど、今まで通り金融政策を変えないと言ったんです。つまり、マイナス金利政策とイールドカーブコントロールは当分やめないと言ったわけです。それで円安傾向になってるわけです。昨日はアメリカドルは ユーロに対して安くなったんですけど、だからドル建て金価格が上がったんですけど、円に対しては強くなってるんです。上田新総裁は10日に記者会見やったんですけど、その影響がまだ続いているってことです。新総裁は日本人の給料が上がって、物価が上がってきたら金融政策を変更するって言ってるんですけど、 いつになるやらっていう感じですよね。コストプッシュのインフレではなく、給料が上昇することによる物価高。これを目指してるんです。こういう傾向が出てきたら、マイナス金利政策、そしてイールドカーブコントロールをやめるっていうことです。そして利上げするかっていうことになります。個人的にはかなり難しいんじゃないかなって思ってます。 防衛増税したり、異次元の少子化対策のために、社会保険料を上げるなんて言ってますから、本当に景気が良くなって、日本人の給料が上がるかどうかです。日銀だけでできるわけではないんです。こういうことで、円安傾向が進んでいるし、ドル建て金価格も強いです。2000ドル割っても、 すぐに回復します。特に円建て金価格はブル相場です。ブルブルです。金投資を10年以上やってきて、やっと買ったなって実感してます。1キロ2百何十万で買った金が950万になってるわけですからね。では以上です。ご視聴ありがとうございました。